トマホークガンマン VS 食人族は2015年制作のアメリカ合衆国のホラー西部劇 R15 指定主演はカートラッセル、パトリック・ウィルソン、マシュー・フォックス括弧内は日本語吹き替え本作は批評家から絶賛されている映画批評集積サイトのロッテントマトズには93件のレビューがあり批評家支持率は91% 平均点は10点満点で7.2点,点となっている。批評家からは俳優陣の演技、ザラーの演出、脚本の会話劇が高く評価された。サイト側による批評家の意見の要約は、トマホークガンマン VS 食人族の独特なジャンルのブレンドは決して万人向けはしないかもしれないが、そのゆっくりと燃える物語は他とは違う映画を求めている人を満足させるはずとなっている。 メトクリティックには17件のレビューがあり、過重平均値は72、100となっている。2015年のファンタスティックフェストでのパトリック・ウィルソン、リチャード・ジェンキンス、マシュー・フォックス2012年10月30日、エスクレーグ・ザ・ラーは、カート・ラッセルとジェニファー・カーペンターが主演する、彼自身の脚本からのホラー西部劇映画で、監督デビューすることを発表した。ありがとうございます。